サンパウロ都市圏鉄道会社2000系電車は、サンパウロ都市圏鉄道会社の通勤型電車である。1990年、サンパウロ近郊鉄道のうち、主に同市の中心と、東部、南部、北部を結ぶ路線を運営していた国営のブラジル都市鉄道会社は、同社の東線において、サンパウロ市内の地下鉄3号線と、並行する区間の主要駅のみに停車する。 新しい急行列車エクスプレスソレクを運行することになり、それに使用するための新しい車両の導入を決め、翌1991年に世界銀行へその資金の調達を求めた。資金の調達は1992年に許可されたが、同社の財政が危機的状況を迎えていたことから、運営権をサンパウロ州へ移管して運営を再建することを目的に、 サンパウロ都市圏鉄道会社が設立され、翌1993年から1994年5月にかけて移管された。それと同時に、新しい車両の導入計画も同社が引き継ぎ、冷房付き1編成4両30編成という条件で、国際入札が行われ、多数の鉄道車両メーカーが入札。結果、カフトアドトランチスペインとアルストムが結成した。 コンソーシアムが落札し、1998年から2000年にかけて、カフとアドトランツス,スペイン、アルストムで4両15編成ずつの合計120両が製造され、1999年から2000年にかけて導入された。車体は炭素構成。デザインは製造元の一つであるカフが、 スペイン国鉄へ納入した446系及び447系を基礎とし、側面の客用上高扉を片側両扉基散扉から大都市の通勤、通学輸送に適当な同4扉へ変更した形態となっている。車内は白色を基調としており、上高扉部分には別の色で塗装が施されている。天井のデザインは間接照明を採用し、 それに合わせて釣り棒の配置も考慮するなど凝ったものである。なお、CPTM 以前に導入された各車両と異なり、釣り革は設置されていない。座席配置は CPTM 標準のセミクロスシートであり、各乗降扉上には路線図が設置されている。制御装置は CPTM としては初めての採用となるゲートターンオフサイリスタ、VVVF インバータ制御で、 製造はアドトランツ。主電動機は、カゴ形3小誘導電動機を搭載しているほか、インシデント及び故障を記録する装置も設置されている。前述の通り冷房装置を搭載するほか、車内には自液などを案内する車内放送用の自動放送装置が、また車内端の天井には、行き先表示を行う LED が設置されている。1999年から、 東線改め E 線への導入が行われ、2000年5月27日の急行エクスプレスソレクの運行開始とともに4両に編成を連結した8両編成で運用を開始。それにより、本形式は当初の導入計画の通り急行エクスプレスソレクの運用につくこととなり、その象徴となった。2008年に E 線は11号線へ名称を変更し、 導入から約10年が経過した翌2009年からは車両の改善工事が開始され同時に塗装が青と灰色を基調とした地下鉄と共通のメトラパリットの殻灰色と朱色を基調とした新しい CPTM の共通塗装である3レッドへ変更されたそれ以降も引き続き11号線においての運用が 続いたが、2016年7月6日より同線へ8500系の導入が開始されたため、2016年8月7日より、順次12号線へ転属し、2018年までに、同線の1400型と4400型を置き換えた。2020年現在、すべての編成が12号線において運用されている。ありがとうございます。